おはようございます。速稼塾の久保です。すっかり寒くなりまして、私もね反転を着込んでの放送になります。最近ですね、あの水道の民営化ってのが始まりました。始まるというかね、始まったのかな。まあ水道の民営化って話題がよく出て、民営化したら水道代が値上がりしたりとかね、水道の利権が海外に買われたりするんじゃないかなっていう風なね恐れが出てくる場合もありますけども、これについて私がどう読み解くかということですけども、まずはですね、水道料金っていうのは値上がりする可能性は非常に高いです。でこれ裏を返せば、今まであの正規の値段だと水道代ってもっともっと値段が高いはずなのに、やっぱりね、あの行政がやってくれたから安く済んでいたという部分がありますんで、これからはそういったものに頼らずに自分たち国民の力でですね、優秀な産業を育てていって、最初は高いかもしれませんけども、自由競争になる中でですね、水道料金っていうのはとっても安心で安定して、そして安くできるものにしていけば、これは民間の力でしていけばいいんではないかなと思います。まあ、今までね民間で運営していたものでもなかったんで、ずっと国にお任せだったんですね。よくわからなかったところも、でも実際はあのやっぱり現場に来てくださるのは下請けの一般企業ですから、ノウハウやスキルはあると思うんですよ。まあですんで、一時的に値段が上がっても恐れることはないかなと思います。まあよく引き合いに出されるのが、水道を民営化した結果、パリでは値段がね、従来の値段よりも倍近くなったと、 174% になってしまった、要するに倍ぐらいになっちゃったよってことなんですけども、水道代金ってのは安いところからの倍なんで、そんなに大きなダメージにはならないと思うんですよ。むしろですね、水道料金が値上がりすることによって水道に関わる事業ってものにすごくチャンスが生まれますんで、水道代高いなと思ったら水道事業に参入すればいいってことになりますからね。それで結局市場ではバランスが取れていくってことになります。そんなに恐れる必要はないと思います。でもう一つはですね、海外資本の水道屋さんとか水道事業者が来て、日本人が飲む水を海外に牛耳られてしまうんではないかということなんですけども、これもそんなにね、やっぱりね日本人気質なんですかね、外国に襲われるっていう黒船の恐れがあるのかもしれませんけども、そんなことはまあないですからね、ちょっと想像力が足んないんじゃないかなと思いますね、この辺を心配される方は。まあ、海外の保険会社が来たからといって、じゃあ日本の保険業界は乗っ取られたかってことなんですよ。他の業界もありますけども、じゃあ海外からじゃあ、ね、あのルノーとか来た、ルノーじゃないよ、ルノーって日産ですね、なんですか、フォードとかがねやっぱ日本支店作りましたけども、別にトヨタはトヨタじゃないですか。要するに日本の事業者が強ければいいわけなんですよ。だからなんかね、その日産にしてもそうですけども、あのゴーン社長みたいなのを招かないといけないぐらい日本人では経営するセンスのない人がいたってことだと思うんですよ、自動車業界日産にとってはね。日産って日本の日がついてるのに日本人が運営してないとかね、まあ、ソニーも半分ぐらいが役員はあの外国人ですから、こうなることによって、あの、まあ、日本人にはもうね企業運営の能力がないっていうふうにお手上げをした方がいいんじゃないかなと、陰謀論とかで弾き出すもんではないと思うんですよ。それはフェアじゃないですか。やっぱりグローバリズムってのは要するに経営者も世界中から連れてこれるってことなんですよ。多くの方はですね、労働力を海外から持ってきて安く働かせるみたいなイメージ持ってますけども、そんなことないですよ。世界で一番優秀な経営者が日本の会社のトップにとってば、やっぱ市場としては最もいいじゃないですか。日本人個人的に考えたら嫌な気持ちもするし、搾取されてる気持ちもしますけども、そう思うんだったら、そう思う人がですね、その会社の長になればいいんですよ。私はいつもそういうふうに考えてますけども、すごくフェアな戦いが始まると、フェアな戦いで負ける人が集団になってですね、文句を言い出すっていうのが、このいわゆる村社会なのかな、日本人気質なのかなと思いますけどね。まあ私は水道料金とか利権に関してはいつもそう思います。利権がもしね気に入らないんだったら自分で選べばいいわけなんですよ。その利権をどこの利権に従属するかってものを選べばいいですし、その利権を取れるような立場に行けばいいと思うんですよね。既得権益を壊すってよく言い方ありますけども、既得権益を壊せば新しい既得権益が生まれるだけですからね。だから旧体制がいいのか新体制がいいのか、もうまさにですね、あの昔から繰り返されていた、あの、まあ、国が変わるとかね、王朝が倒れるみたいなものなんですよ。で昔は暴力で軍事力とかでそういうものが入れ替わってましたけども、今は知恵とか経済力で政権とかね運営母体が変わるってことなんで、そんなにおかしな話じゃないかなと思います。もちろんね、平等が叫ばれる中で平等っていうのはしていかないといけないと思いますけども、平等っていうのは実はですね、すごく残酷なことでもあるんですよ。残酷な現実と、要するに力のない人は力のないところに行って、力がある人は力のある
あるべきところに行くということなんで、これは平等というよりも、ね、公平の概念ですけどね、公平。頑張った人はそこに行くと、頑張れなかった人はそこに行かないということです。さあ、それで今日の動画の最後に非常にですね、厳しいことをまた申し上げなければなりません。40代っていうものが一つの節目になると私はね痛感しました。40代で何がしかものをことをなさなかった方っていうのはもうそこでゲームセットなんじゃないかなと思うんですよ。40代がギリギリのラインです。ってことはどういうことかっていうとね、40代で例えばお金でもいいですよ、40代でお金がない人ってじゃあ50代になったらあるんですかとか、60代になってからあるんですかってことを私ね想像した時に、あ、すごく恐ろしい概念だけどもこれが現実かもしれないなと思いました。20代30代はまだ修行の段階なんでそんなに差がなくていいんですけども、40代ではっきりと人生ってのはくさびを打たれるんではないかなと思います。40代でも体力が落ちてきて、で多くの方から受け入れられなくなってきたりとかね、要するに若い人と融合しなくなるんですよ。相当自分のことをね自己否定できる方で、で最近の若い人のことは分かんないよねって言い出す人もダメですね。で分かんないからこそ知っていくっていうか、その今の流行りの音楽とかファッションに興味を持っていくとかってことしないとやっぱ若者気質にはなれないかな。それでももちろんなれないと思いますよ。で慣れない方は憧れられるような40代50代にならなければもう無理ですよね。若い人が心を開いて自分に寄ってくるってことはないです。自分がね逆の立場だったらどうかってことなんですよ。10代の頃って30代40代の人ってむちゃくちゃ年寄りに見えましたよね。20代になってもそれは同じです。20代の立場から見て40代の人、40代の上司とかってもうむちゃくちゃもうおじさんと言いますかね、40代の女性とかむちゃくちゃおばさんっていう風に感じたはずなんですよ。それが自分が40代の時にはまだまだ精神的には若いんだみたいに自己肯定してしまえばそこでもうゲームセットなんですよね。やばいと思わないといけないです。自分たちの今までの人生を深く後悔して反省したところからやっと学びが始まるんではないかなと思いますんで、40代に入った方とかね、それからもうちょっと時間進んで50代になった方っていうのは本当に現実に自分は何か世に残せるものをしてきたんだろうかとか、大きなチャレンジとかを今まで本当にできたんだろうかとか、自分が自分のことを賛美して評価してるだけではないだろうかとか、客観的に自分はどう見られてるんだってことに耳を傾けた方がいいのかなと思いますよね。本当に会いたい人になるっていう概念がありますけども、多くの人が自分に対してですね、毎日会えませんかって言われるような人になっているかなってことが全てだと思うんですよ。で皆さんね、すごく仲のいい友達に最近いつ会いました？仲のいい友達とか親兄弟にすら何日も何週間も会ってないはずなんですよ。人によっては何年も会ってないですよね。っていうことは相当な身近な人にでも会いたいと思えるような人に出会えないんですよね。でもう本当に赤の他人とかね、ネットでちょっと見かけてくれたような、見てくれたような人が会いたいと思ってくださることのこの大きな喜びとか価値とか感謝ですよね。これを全力でお返ししていかなくちゃいけないときに、もう片っぽで思わないといけないのは、会いたい人に慣れているかっていうこの一つのフレーズですよね。自分は誰にとって会いたいと思われてるかな、そして実際に会いに来てくれてるのかなと。自分の家の玄関をこうねピンポンと押してくれる人ってのはそういえばいつ以来いなかったかなっていうふうに考えた時に全てが見えてくるんではなかろうかと思います。では沖縄まで放送が届いていることがね分かりましたんで今日も安心して、このライブ放送を終了します。飯葉さん今日もよろしくお願いします。チャチャイもよろしく。チャ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 。